ちも少し食べれるでしょ。多分食べる。こんなことになるとはな。食べて怖かったらまた寝ればいいんだ。うん。ちょっと降ってきた。なんか吹くらしいね。ほんと。あ、でもそうかも。明日にかけてひどいんだっけ。うん。十分以上だ。お寿司少し食べるでしょ。うん、食べる。自分で開けれる？うん。お、函館牛だって。関西風ですわ。汁が溜まってないってこと？うん。それカニだと思うよ。そう、じゃあカニからいってみよう。うん、牛肉おいしい。ね、すごくおいしいよね。うん、これ3枚じゃ終わらんかもしれない。まだ食べれる？いや、もう一回。はい。栗正月はこじんまりだね。うん、ひどくいいよね。本当？具合良くなったな、食べたら。良くはないけど。この体勢で言うとめまいはいい。大丈夫？動かなきゃ。どれ？すごく美味しい。うん、この割り下私作ったんだよ。ほんと？醤油とみりんと胡椒かやつや砂糖かやつ。痛い。砂糖とお酒とあとおかしい。なんか麺性もちょっと入れた。美味しいわ。美味しい。こんなに長く起きてられるの初めてじゃない？終わるなんてきた。バグだな。増えるな。今頃キャンプで結構晴れていい感じだね。ちっちゃいのがいい。わ
準決勝もう一試合だった。はあ、楽しかったね。分かってないと厳しいならあっちでもいいけど、うん、大丈夫大丈夫。いただきます。今年はカモ、うん、美味しい。本当、うん、これ食べれそうなやつ、ローストビーフとかさ、こういうパテとか、これアイガモスモークだと思うよ、おとかいうの食べていけばいいんじゃないかな、うん、元旦はやはりプレモルだよね。一本しか買ってない、うん。あら、もう今日それで終わり？いや、あと金麦がある。取れる。うわ。おお、全部牡蠣か。ほい。おお。でかいね。大きいよね。何個入ってんのこれ？うん。うまい。ブリブリ？うん。これはうまいわ。まだ食べれる？うん、もう一個ぐらい食う。うん。サンキュー。そろそろ横になった方がいいんじゃないの？うん、なる。今日の優勝は雑煮だったけどな。本当？うん、美味しかった。